ってますよ。綺麗だな。これは埼玉一だろ。あ、もしもし。あ、もしもし、お疲れ様です。紅葉だな、やっぱな、もう。え、紅葉、埼玉で一番綺麗な紅葉をちょっと調べて撮ってきて、そこ。え、紅葉が見たいわ。じゃあよろしく。じゃあね。え、もしもし、もしもし、もし。自分で探すのめんどくさいだけだろ。まあでも行くしかねえな。確かに綺麗だな。行くか。よいしょ。月の石もみじ公園に向かいます。長くのラインくらいの場所が、駐車場っぽいの見えてきた。満車、なに。目的地は左側です。満車か。お疲れ様でした。ちょっと待つか。さあ、15分ぐらい待って駐車場に止められそうです。あれも綺麗だな。お、川が見える。でも駐車場から降りて本当に 1,2 分ぐらいでねえ、紅葉は見えるわ。長瀞の川は見えるわ。最高だろこれ。うわー、すーげー。石が半端じゃない。これ見て、この石やばいでしょ。こちらすごい。あ、ライン下りの人来た。ちょっと撮っちゃおうかな。ラインくらいだ。みんな流れてる。あ、手振ってくれてる。やっほー、撮ってますよ。みんなノリがいいっすね。いやー、いいな。この景色が最高でしょ。名活天然記念物マップか、これ。こんな感じ。現在地がね、下の方で。あ、結構広いんだな、このも月の石もみじ公園を指すのが結構でかいんですね。ちゃんとね、トイレもあるから、まあ困らないよね。飲み物も買えるし、トイレもあって、この綺麗な声さ、そしてこのレンタカーの渋さ、映していいのか分かんないけど、いやー、これは間違いなく一番でしょ。これは埼玉一だろ。ね、さっき川の方行ってきたから、今度は隣にあるね、埼玉県立自然の博物館ちょっと。へいへい。あ、なんかね、石に名前が書いてある。俺にも分かりやすいようにひらがな振ってあるわ。安山岩とか。隣の美術館もこういういい景色の中でております。ここが紅葉スポットの隣にある埼玉県立自然の博物館。あとね、5分で閉まっちゃうらしいんで、俺は今日入らないけど、紅葉を楽しんでね、川でも見て博物館でも行ってくださいよ。あとは詐欺谷さんにどんな評価をもらえるか任せたいと思います。それでは俺帰るぞー。月の石もみじ公園の絵がないじゃん。月の石もみじ公園、あそこが全部月の石もみじ公園なんですよね。入園料100円払って入ったか、中に。入ってないです。そこがメインなんだよ。え、お前何駐車場とその周りだけ取ってんだよ。入園料100円だったか200円だったか払って中入って見れる紅葉のメインの場所があんのよ。ああ、そ
そうだったんですか。いやってあとなんだ明活天然記念物って。明活天然記念物明活天然記念物名称だろ。いやちょっと あれ明活じゃないんですか。名称っつうんですか。有名なとんかつか。いやまあ、まあ、秩父はわらじがわらじかつ有名ですからね。いやわらじかつ有名ですからねじゃないんだよ。ふざけてんのかお前は。あ すいませんすいません。あとなんか途中なんかあのなんだあのへいみたいなあれはなんだあれ。ああいうのいいんだよ。こっち情報が見たいんだ情報が。ああ。なんだあの集団バナが Vlog がみたいな。 Vlog とかやる人ってのはこのあのイケメンのカメラマンとかがやるんだああいう Vlog みたいな。いやーなんかちょっと絵になる瞬間がちょっとでもなあればなとか思ったんですけど。こっちは名活だぞお前。そういう名活の Vlog がいいんだよ。すいません。それで メインのあれはないし。はい。これはちょっと見た人が怒ると思うよこれ。あーそうですかね。これだからどんぐらい再生数と、まあ、反響があるか、まあ、これもだから見た人に任せようもん。そうですね皆さんにあの任せします。埼玉で一番ここが綺麗だという夜景を撮ってきて。間違いない。これ埼玉、あ、一間違いない。